オメット加藤新型スチームコンベクションオーブン CSWH シリーズの特徴その1優れた焼き上がりパイがホテルパン10枚分150個ありますこれらのパイを一度にオーブンへ入れて焼成します従来の製品と比較して庫内容積を広げたほか コーナーの曲がりを滑らかにし、ファンを大型化しました。これにより熱循環が向上し、食材に熱を均等に加えられます。焼成が終わりましたので取り出します。 ご覧の通り美しく均一に焼き上がります次にマイナス18度以下に凍った魚の切り身を200切れ一度に入れて加熱します15分以内で ご覧の通り、完璧に焼き上がります。コメット加藤新型スチームコンベクションオーブン、CSWH シリーズの特徴、その2、多段同時調理機能。複数の料理を短時間で調理するには、多段同時調理機能が最適です。 まずは多段同時調理の画面で各段に調理する料理を設定しておきますオーブンを運転して準備ができた料理からオーブンに入れます入れた料理名のボタンを押しスタートするとタイマーが作動しますあとは同じように準備のできた料理からオーブンに入れ スタートしていくだけです複数の調理をランダムに行うと扉の開閉が頻繁になり庫内の熱が逃げていきますそのような場合でも CSWH シリーズは熱量の低下を監視しているので加熱時間を自動的に補正します 複数の料理でもオーブンが最適に加熱を行うので安心して作業が行えます加熱が完了した料理はブザーと画面でお知らせします 数の調理を行っても時間と熱量を管理してくれる多段同時調理は忙しい調理現場に最適な機能ですコメット加藤新型スチームコンベクションオーブン cs wh シリーズの特徴その3 全自動洗浄機能今までは調理後の汚れたオーブン庫内の洗浄には労力がかかりしかも完全にきれいにできず大変でした CSWH シリーズは全自動洗浄機能を内蔵しているので楽に完璧な洗浄が行えますまずはメニュー画面から希望の洗浄コースを選びます あとはタブレットとリンス剤をそれぞれ入れて運転ボタンを押すだけです洗剤をオーブンに入れる際の危険性も減少しました食器洗浄機のように水を循環させながら一連の洗浄を行うので使用水量も従来の洗浄に比べ 36削減していますまたリンス剤は水垢、いわゆるスケールがオーブン庫内やボイラータンク内に付着するのを防ぎますので一連の洗浄を毎日行うと新品の状態が末永く続きます。 循環方式の全自動洗浄機能は、今後のスチームコンベクションオーブンに欠かせない機能です。コメット加藤新型スチームコンベクションオーブン CSWH シリーズの特徴、その4、ハイブリッド。 従来までのスチームコンベクションオーブンはお湯を沸かして蒸気を作る蒸気発生機式か庫内のヒーターに水を吹きかけて蒸気を作るインジェクション方式かのどちらかでした CSWH シリーズはこれらの蒸気発生機式とインジェクション方式の両方を兼ね備えたハイブリッドです。ハイイブリッドでは、石やシューマイなど多くの蒸気をを、必要とする料理を 高品位に調理できます万一蒸気発生器が故障してもインジェクション方式でバックアップできるので調理作業が停滞するリスクも回避できますハイブリッドは調理の品質を向上し安心して調理作業が行える画期的な仕組みです。